紫金城、天壇岩塩紫金城の一紫金城、または、古宮は、中華人民共和国北京市に所在する、民進町の旧工具である歴史的建造物。北京と新洋の名、清市王朝工具の一つとして、ユネスコの世界遺産となっている。敷地面積は72ヘクタールあり、世界最大の木造建築群が立ち並んでいる。別称の古宮とは、 古い宮殿、昔の宮殿という意味で、現在は博物館になっている。穴病、大病と並ぶ中国三大宮廷建築の一つと呼ばれている。明治時代に描かれた紫金城の絵画元の首来が大都に建設した宮殿を、明の清祖永楽三角が1406年から改築し、1421年に南京から北京へと移してから、 新朝滅亡まで宮殿として使われた。1644年の理事政の乱で秋代の至金城は部分消失したが、理事政の建てた大順を滅ぼし、北京に入城した新朝により再建され、新朝の皇宮として皇帝とその一族が居住するとともに政治の舞台となった。義和団の乱では皇帝とその一族が西安に逃亡し、 イギリス、フランス、オーストリア、ハンガリー、帝国、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、アメリカによる8カ国連合軍に占領された。1908年12月に、聖大公が、公所帝の後継者として、愛新架羅不義を指名したことにより、不義はわずか2歳10ヶ月で皇帝に即位させられ、新朝の第12代、戦闘帝かつ資金上に今日構える最後の皇帝となった。 1911年10月に侵害革命が起き、遠征外の求めを受けて1912年2月に、不儀は退位したが、中華民国臨時政府の優待条件として不儀とその一族は、資金上の内定での居住を許された。しかし、1924年10月の表玉賞による北京政変の際、11月5日をもって、 不義をはじめとする皇族への資金状退去が通告され、その後は、故宮と呼ばれ、ルーブル美術館などの例に長い1925年10月10日に、博物館として組織された。1949年に、中国共産党の指導者の毛沢東は、縄文の一つである天安門で、中華人民共和国の建国を宣言した。1961年に、 中国国務院より国家重要文化財1987年にユネスコより世界遺産に認定された。現在は建物自体も明と清の歴史を伝える古旧博物院の文物の一つとして一般開放されている。所在地北京の縄文と資金城資金城を見取りず内定と外朝の大まかな区分境界北京の古吸は 南北の長さ961メートル、東西の幅753メートル、面積72ヘクタール、980余りの建物で構成されている。周囲は幅52メートルの水堀が囲む。城壁の高さは12メートルで底厚10メートル、頂き厚は6メートルから7メートル。南に、馬門、東に、東下門、西に、聖下門、北に、 神務門がある。四勤城の名は、天帝が住んでいる星とされる北極星を守備星、北極星の周辺を回る星座のあたりを守備垣と呼んだのに由来する、紫宮、及び天帝の命を受けて、世界秩序の維持に責任を持つ皇帝の住居たる、金城、庶民などが自由に入るのを禁止された城の二号、を合わせたものである。四勤城は、 世界の中心を地上に具現した領域であり、天庭に代わって地上を治める皇帝の住む宮殿として建設された。そのため、天使は南面巣の言葉通り、北に皇帝の宮殿が置かれている。紫禁城の周辺には中南海、延明園、岩園などの離宮も造営された。これらは庭園を中心とした施設で、紫禁城よりもはるかに広い敷地を持っている。 かつては、資金城を取り囲む、工場と呼ばれる区画が存在したが、侵害革命以降、工場の城壁は次々に取り壊されて、現在はほとんど形跡をとどめていない。馬門黄たそがれの台和殿の内金水河と文化殿前、三殿一景、鶴の像大和殿、中和殿、保和殿の総称。資金城の中心的建造物、外町三殿とも言う。 資金上東南部上信、南三所内閣資金上正南部後、三宮関西宮の内部。玉座が安置されその上に、盛大光明の変額がある。関西宮、皇大殿、昆明宮の総称。内帝の中軸線にあって、内帝の中心的建造物。現在は、新朝時代のままの宮廷の姿を陳列している。 五カ園後花園四金城最大の花園で老閣があるほか、大衆山という山があり、四金城を居城とした、明、新領王朝の歴代皇帝が、皇妃たちと遊楽をした場所でもある。内定の北側中央古級博物院の正門となっている、神武門1900年の四金城。 影山からの神武門の長め内定西側西六宮、長都市門西一丁外日立の居住地である。新町の道地三角の聖母、次期皇太号が居住し、聖太公と呼ばれた。内定の東側東六宮のべき宮日立の居住地である。新町の南豊三角の皇后、寺安皇太号が居住し、東太王と呼ばれた。 養老宮久安宮市金城の西北部にある宮殿。明治宮高玉戸の旧流壁屋根と石壁の詳細明朝の時代、皇帝なき後、未亡人となった皇后と、秘賓たちが居住した場所であり、市金城の東北部にある。新朝の皇帝帝の時代に、明治宮と名称を変更し、皇太后の居所となった。その後、乾隆帝の時代に改築され、 後に、大乗工業殿として、工業区殿と名付けられた。新朝が最盛期を迎えた、建立帝の時代の建築の芸術と風格を、代表する傑作となっている。唐東市、五所亀の造行の資金上獣家具北京の故宮、博物院中華人民共和国北京市の、故宮博物院は、元の宮殿であったところを、博物館にしている。 2011年5月現在の収蔵品は、絵画、陶磁器、文書など180万点である。一般入場料は40元。留学生の未学生証によって、学割が適用される場合があるが、基本的には、外国人は、子供も、一般料金が適用される。120センチメートル以下の子供は、外国人を含めて無料。沈鳳感及び、 金館はそれぞれ別料金である。敷地内は広大で、売店や軽食堂がある。また多くの言語の音声ガイドサービスが用意されていて、中には人工言語のエスペラントまである。東急は中国国家一級博物館に分類されている。政治的な事情で分離した台湾の国立古旧博物院とは2009年10月に初の共同展「陽成帝。 清,清掃文物大展を開催しており、2016年9月には、国立呼吸博物院委員長退任直後の表、明玉が、中華人民共和国政府の招聘で、北京呼吸博物院顧問に就任して、台湾で物議を加した。2013年から文化財の保護やサービス工場を、目指す、平安呼吸プロジェクトが進められている。現在は、 呼吸博物院の敷地外となっている、天安門や丹門への登録も、有料で可能であり、正門である馬門の前にも、民営の小さな展示館がたくさんある。五牛図博園長中集長、藩広しはじめや円図生命城下と対話伝、国会団のレリーフ影山からの人務門の眺め。ありがとうございます。